本田慎九郎さんですね、年齢48歳と、スコアが15と縮まったとありがとうございます、なるほどですね。まあでも至ってこうスタンダードなですね、スイングですね。はい。はい。まあ予想通りのスイングですね。はい。予想通りやっぱりクラブがかなり外から来ていると。はい。ね、こうかなり外から来てるの分かりますね。はい。でまあ正面からでもこうやっぱり外から来てくるのが分かるぐらいのまあ。体の挙動になっているということなんですけども、やはりですね、ほとんどの方がこのようにですね、上げている方、上げている方向に対してダウンスイングが、外から入ってくるということなんですね。で、まあ、なんで外から入るかというとですね、本田さんの場合はやっぱりバックスイングにおけるフェースの管理がちょっと間違えている、まあ、簡単に言うとですね、はい、このトップに上げたときですね、ここからクラブを上げていきます。ここまではそんな悪くないです。ここからが悪いです。ここから、ご覧のように、左手がかなり背屈をして、フェースが開いた状態で上がっていきますね。でやっぱりバックスイングで途中でこう開いた状態で来るので、どうしてもここから右手が勝って外からこう入ってくる。やはりこう典型的なこうアウトサイドインのスイングなんですね。でこれはやはりこうフェースが開いてるっていう動作を、バックスイング中にしてるのでそこを気づかないまままっすぐ飛ばそうとするからこういうように外から入れて相殺をしようということが、感じられます。なので、テイクバックまでは良かったのでそこからトップまでのフェースの管理をちょっと覚えていただくと、かなり捕まったいい球になってきますのでそこら辺をちょっとですね動画を使って説明したいと思います。では本田さんのスイングですけども、まあ、非常にこう、一般的に一番よくありがちなスイングですね。アマチュアの方の一番多いスイングです。で、最初の初期動作は全然悪くないですね。ここまでは悪くない。でここまではこう悪くないんだけどここからこのままこういってくれればいいんですけどここからこういくんですね、はい、途中までは良かったんだけどここからこういきます。ここからテイクバックからトップに上がっていく間にこのままずっと行ってくれるんですけど途中からこう来るんです、ね、そうするとフェースが自分で開いていることに気づきません、最初は左ハンドル一生懸命入れてましたのでここではフェースが閉じている感覚なので本人は閉じている感覚なんだけども実際は相当ここから開いてきます。なのでこのままもしこうやって入ってきたらドミギに飛んでしまうのでそれを防ぐためにダウンスイングで外から入れるっていう動作を実際、まあ、スイング中にされてるんですね。なので、このフェース面がここまではよかったんだけど途中でこう右側にこう旋回することなくそのまま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 上がってくるんですね。もう少し左の手首がこう消屈されていきます。途中から開くとトップで本田さんに背屈されてきてしまうのでそうするとこう外からどうしても入れざるを得ないという動作をしているのでテイクバックからバックスイング このフェースの管理ですね。フェースが余分なことをしないまま上がっていくと結果もう少し、消屈していきますのでその上げ方を覚えてくると同じ動作をするとこの左ばっか飛ぶようになってね外を少しこうインサイドから入れようというような脳に変わっていきますのでまずはこのテイクバックからバックスイングで余分なトルクをここで入れないということを、ぜひですね、理解してやっていただければと思います。はい、ということでした。